さすがに。 시간 끝이 맞다. 이라샤이마세. 우마이나. 자,行くか. 감사합니다. 이라시아이마세. 우마이나. 자, 이쿠카. 감사합니다. 이라시아이마세. ありがとうございました。
ケさん。お？お願い。ああ。行きましょう。行きましょう。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。しばらく寝てろ。
すぐよ。お前だよ。待て、逃げても無駄だ。ほれ、お待ちやがれ。なんとしてもじゃねえぞ、こら。しばらく寝てろ。着いたわ。ようこそ、桐生さん。あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパクフェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さない。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ！お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って、娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。河原さん。河原。
俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は神宮派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。もうこの町を神言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。動いたら撃つわ。死ね。初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？
母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。おじま、あいな절대못쳐。やめろ。이건나죽게내버려줘。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は、別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人権派の構成員だ。それから俺は日本にいる人権派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人権派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンは人権派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人権派のものじゃない。優しくて熱
働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。結局はここに戻っちまったか。ああ、そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん。26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いな。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃあ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。5代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本門の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。
合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の？ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え？そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするんだ？ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。しばらく寝てろ。Yeah!
時間食っちまった。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。なんだ？何見とんねん。おお、てい、おおら、おお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 しばらく寝てろ。Yeah.